サンイコールカスの戦いは7年戦争中の1758年9月11日にフランス海岸でイギリスの遠征軍がフランス軍に敗北した戦闘。7年戦争が勃発するとイギリス軍はフランス領に対し水陸領用作戦をいくつも実行した。1758年イギリスはフランスの北海岸で数度の襲撃を実行したが、これは フランス戦のダホと破壊、フランス陸軍をドイツから引き離す、私略戦の鎮圧、そして、フランスを恐怖に陥れることが目的だった。サンイコールカスイコールルイコールギルドで起きた襲撃は一連の攻撃で最後のものであり、イギリスにとって散々な結果となった。サンイコールカスへの遠征には、多数の陸軍と海軍が投入された。海軍は、艦隊2隊に分かれ、 一体は、アンソン大将の戦列艦22隻、フリゲート9隻、15,500人でもう一体は、ハウ大将の64門戦列艦1隻、50門、戦列艦4隻、フリゲート10隻、スループ5隻、河川2隻、ケッチ2隻、海員6隻、海兵隊6隻、輸送船100隻、橋家20隻、倉庫船10隻、カッター10隻、 小船の水兵五千だった。陸軍は四個不評旅団、大砲六十門、砲手四百人、軽流騎兵数百人で、合計一万人以上だった。初代安村男爵イギリス艦隊の指揮官は、初代安村男爵で、副艦は、リチャード・ハウであり、陸軍の指揮官は、トマス・ブライであった。これに対し、フランスは海岸に、数多くの中流軍や民兵がいたが、 海岸線の長さもあり広く分布していて、イギリス軍の上陸地が分かってから集結する必要があった。遠征の初期は、シェルブール港の占領など目覚ましい成功を収めた。イギリス軍は港、ドック、停泊していた艦船を破壊、軍事品を略奪、破壊した。フランスのパンティエーエブル連隊の軍機フランス軍があらゆる場所からシェルブールに向かってくると、 イギリスの遠征軍は9月5日に乗船してサンマロへ向かった。しかしサンマロの守備は固く、天候も悪くなってきたため、イギリス軍はさらに西のサンイコールカスワンに移動して、小さな町であったルイコールギルドとマティニオンの近くで再上陸することを決めた。7日、艦隊は航行を再開、一方不評は小競り合いを起こしながら陸上を更新した。10日、 コールドストリームガーズがサンイコールカスに先遣隊として派遣された。そこで補給を調達して帰ってくる予定だった。一方のブライ軍はサンイコールカスから3マイル離れたマティニョンでやえした。デギュイオン公社クリシュリューこの頃、ブルターニュの指揮官、デギュイオン公社クリシュリューは12個不評大隊、6個、騎兵大隊、沿岸地域の民兵中隊、数個砲兵中隊を集め、 総勢8000から9000の軍勢になっていた。この軍勢は指揮官のオービニエ公爵に引きられ、ブレストからランバルやディナンを通って、サンイコールカスに向かった。ブライは11日の朝3時にキャンプを畳み、9時にサンイコールカスの砂浜にたどり着いたが、乗船は、緩満にしか進まなかった。軍隊運輸船は、海岸から遠く、また一往復で70人を乗せられる橋家はまず補給。 大砲、家畜、軍馬などを乗せた。フランス軍が現れて砲撃し始めた時、乗船した兵士は、ほとんどいなかった。イギリス軍の撤退中に沈没した上陸船ぐらいは、航衛軍1500人を即座に編成して、士気をデューリー少将に任せ、砂浜にある砂丘で撤退を援護する任務に就かせた。急いで砂浜から離れようとしたイギリス軍は、パニックした。 フランス軍は射兵のある道を通って、砂浜に行き、三個旅団で戦列を形成し、一個旅団を予備に残した。イギリス艦隊のフリゲート5隻とケッチは、イギリス軍の乗船を援護して砲撃し、一時、フランス軍を撃退したが、フランスの砲台は高地にあり、お互いに砲撃した中で満員の橋家が三隻も沈没した。また砂浜にある橋家も一部が損傷した。 まだ砂浜に残っていたイギリス兵士が3000人見た中、フランス軍は接近した。フランス軍はイギリス艦隊の砲撃を受けながら敵弾兵部隊300人を先法として前進した。独自公爵とドモンテギュ白爵に引きられたフランス軍が銃剣突撃をすると、デューリー率いるイギリス公衛は反撃したが失敗し、死産、デューリーは戦死した。 海に飛び込んだ者もいたイギリス公衛は死者800、捕虜700以上を出した。フランス陸軍は撤退するイギリス軍を推進が腰のところまで届く場所まで追い詰め、そこでイギリス艦隊は砲撃をやめて勝者の手当てをした。イギリス艦隊も死傷者300を出していたのだった。イギリスはその後もフランス陸軍がたやすくいけない植民地や当初への遠征を続けたが、 この戦闘は7年戦争中、フランス海岸への襲撃としては、最後のものとなった。サンイコールカス襲撃の完敗はピットに、大陸ヨーロッパで、フェルディナントやフリードリヒ二世と共闘する、要説得するには、十分すぎる材料であるためだった。さらなる遠征のコストと失敗の可能性が、襲撃による一時的な利益を上回った。また、フランス側の評価に、 ブレトン人は栄光に満ちたが、小さな公爵は小麦粉に満ちたというものがある。デギュイオン公爵が粉屋と関係を持ったという噂があるためであった。ありがとうございます。